ったらもう滅亡してるよ。それは別に何のおかしいことはない。で、何の話だっけ。そうそう、だから要するに要はまず即根っていうのは要するに生イコール死だっていうことだ。ということでちょっとすいません今日あれなんですけど、だから要するに生から死へ移るというようなことはありえないよ。じゃあこの次もここら辺からやります。要するに死の問題っていうのはあれで、首相儀の一番最初は生を諦め死を諦めるは仏教一大事の因縁だ、こういうことですから、人間にとっての最大の問題は死ですから、どんな悩み事があってもね、まあ明日死ぬぞって言われた時にね、悩み事がなくなってしまうという、打つ手がないし、だから逆に言うとあらゆる問題を解決してくれるのは死なんだ。しかし道元さんというのはね、春が来て夏が来るんじゃなくて、そういう方で春は春、夏は夏、夏で絶対そういう見方がものすごく強いんだね。強いっていうか、それが事実なんだよ ね、うん、それにある種の継続性を見ちゃうのはこちらの頭なんだな。そうだね。だからどうしてもさ、柴田さんはさ、あのね、我々女性が好きな柴田さんであるという継続性を見ちゃうわけよ、こっちは。そうそう、実は全然違うかもしれない、今日の柴田さん。でもそういう偏見で見てしまうということですね。すいません、ちょっと今日はなんか前置きが長くなっちゃった。